すい駅は、岩手県滝沢市菅にある、IGR 岩手銀河鉄道岩手銀河鉄道線の駅である。高間駅から乗り入れる東日本、旅客鉄道花輪線の列車も利用可能である。2001年12月から滝沢村が建設計画を進め、道村と岩手県の補助により建設された。右が森岡方面ホーム、左が 八の方面ホーム短式ホーム2面2線を有する地上駅。上下線の高さが異なる場所にある。一番線ホームには、古戦橋で連絡する。エレベーターが完備されるなど、バリアフリーに対応している。森岡駅管理の直営駅で、2018年3月まで、畑沢、マイレールサークル、すごい機会に委託されていた。7時から10時50分。 11時50分から16時30分まで出札窓口営業以降19時30分まで改札、出札業務のみ、駅員配置。出札窓口では端末による乗車券を発売。後券は入場券のみを発売。自動券売機が設置されている。駅前広場にパークライド用の滝沢市営総市駅前駐車場があり、2泊3日まで。 無料で利用することができる。IGR 岩手銀河鉄道によると、2019年度の1日平均乗降人員は1001人である。近年の推移は以下の通りである。岩手郡滝沢村時代の開業時に、指導の新設整備が計画されたが、凄駅側約100メートル区間の地権者交渉が難航したため、残り区間は着工。 完成したものの道路が共用できない状態が長らく続いた。スゴ停車場線の一つ北側及び南側にある既存の村道は道幅が狭く大型路線バスの乗り入れができない状態であり、スゴ地区からスゴ駅へのアクセスは遠回りを余儀なくされていた。2011年5月に滝沢村道スゴ停車場線が共用開始され駅前ロータリーに すごい駅前バス停が新設されたが、乗り入れるのは、村道共用開始に合わせて新設された、すごい巡線のみであり、既存の路線バスはロータリーには、乗り入れず、駅から直線距離で200メートルほど離れたバス通り上に設置されている、すごい駅入口バス停を使用している。廃止された路線バス、岩手県北バスの八幡台方面や JR バス、 平らには高原線などが発着する、スゴバス停は東駅より約 3km 離れた国道4号上に所在し、全く別の位置なので利用の際には注意が必要である。なお、スゴ駅入口停留所より森岡方面へ向かうバスは全便、岩手県交通が運行しており、スゴ停留所に停車する。ありがとうございます。